したこの日は骨格ウェーブ大優勝コーデ、ハイウエストにショート丈のトップス。もう私はこういうコーデばかりしてるんじゃないかってくらい好きなコーデになっております。モノトーンですね。白と黒で統一してみました。ザラ多めなコーデになっています。はい、続いてこちらがビーチ沿いのカフェに行く日のコーディネートです。このワンピースはね、去年買ったものですね。洗えるワンピースなので、本当にビーチとかそういうところに着ていくのがいいかなと思ってきました。で、カバンは大きめのザラのカゴバッグ。これすっごい柔らかくて持ちやすいんですよ。スニーカーを合わせてポニーテールにしました。はい、この日はピンクに白という女性らしい色の組み合わせにしてみました。可愛くない？このコーデも結構お気に入りのコーデなんですけど、フレアなパンツにこのトップス、ジルのものなんですけど、ペプラムっぽい形になっていてすごく可愛いです。肩で調整できるのでおすすめです。続いてリゾートでのんびりコーデ。このワンピースね、生地が若干なんだろう、タオルっぽい素材なのでとにかく楽ちんでした。で、オフショルになってるので、でもキャミにもつながってるので1枚でさらっと着られて、これは旅行に持ってこいだと思う。夏に着たいね、こういうの。すごく可愛いなと思ってお気に入りのワンピースです。続いて展示会巡りということで、こんな感じでちょっと本当にね、夏って感じのコーデにしました。あんまり普段しない格好ですね。このね、シアのアウターはリルアンビションのももちさんのプロデュースのブランドのものです。はい、この日はさくらとシミラールックコーデにしてみました。どこに行こうかね。私はカーゴパンツにベストを合わせてみました。このコーデだったら秋先まで使えるんじゃないかなと思います。こういうベストタイプのもの、すごく今トレンドで流行っているので、これザラのものなんですけど1個あると便利かなと思います。さあ、この日はベストっぽいものを2人とも着ています。もうとにかくこのワンピース、ハーリップトゥーなんですけど可愛くて、展示会で見てすぐに決めました。色迷ったんだけどね、こっちの色味にしました。で、帽子はシャポードーのキャスケットをかぶっています。今年の夏この帽子本当にたくさんかぶってる。はい、この日はオールブラック。やっぱね、オールブラックってすごい一気に大人っぽくなりますよね。なんか夏でも重たくならないように、このちょっと透け感のあるブラウスにしてみました。これもザラなんですけど、これねめっちゃ可愛い。なんか二の腕をちょっと隠してくれるっていうのもあって、骨格ストレートでも着やすいですね。はい、この日はピヌエのセットアップを着てみました。これ可愛くない？めちゃくちゃお気に入りなんですけど、トップスとスカート別々で着てもいいし、この組み合わせで着てもいいかなと思います。リゾート地とか普通のねプライベートで着ても可愛いかなと思います。可愛いよね、めっちゃお気に入り。もうこのコーデは彼氏とドライブしかないでしょうということで、めちゃくちゃ可愛くない？もうももちさん天才なんですけど、このブラウスも本当に可愛い。全色欲しい。なんかさ、いやらしくない肌見せっていう感じがまたいいよね。大人の肌見せって感じ。さあ、8月11日はディズニーコーデー。私のインスタグラム見てくださってる方はお気づきかと思うんですが、実際にこのトップスとボトムスでディズニーに行ってます。
でも良かったって思ったのでルックブックにも載せてます。今の時期暑いしね、これぐらいちょっと肌見せしててもいいんじゃないかなと思います。熱中症には気をつけてくださいね、暑いから。はい、この日はデニムのセットアップにしてみました。これレジャーのものなんですけど、しっかりしたデニムなので、まあ、真夏はちょっと暑いかもしれないんですけど、秋とか夏終わりにはすごく可愛いんじゃないかなと思います。別で着たらね、全然使えると思います。で、バッグはポレーヌのものを合わせてみました。ホワイトとかを小物に持ってくると爽やかになって夏らしくていいよね。続いてはビーチパーティーって感じですね。なんかちょっとなんだろう、いいビーチのパーティーっていう感じの、なんかさ、ちょっと南国とかでたまにやってるじゃないですか。ちょっとああいう感じのやつに行きたいなと思って、今年の夏行けるかな。これはちょっとノーブランドなんですが、すごく形が綺麗で可愛いワンピースです。もう3人で海の家行っちゃおうということなんですよね。やっぱ3人ともちょっとホワイトコーデで目立ちそう、真っ白だもんね。この日は私はリルアンビションの白のワンピースを着ました。もうこれが着たくて、本当に早く早くこれが着たいがために夏になってほしいと思っていたと言っても過言ではないぐらい、本当にずっとこのワンピースが着たかったんです。はい、私はザラの白いワンピースを着てみました。ちょっとスニーカー合わせでモノトーンコーデですね。で、夏は暑いので髪の毛をまとめてみました。バッグはね、キャンパス地になっていて使いやすいです。私は今回このワンピースにキャップを合わせてカジュアルな感じにしてみました。この帽子はゆりなさんのものなんですけれども、どうですか、白と相性良くないですか。で、このワンピースもすごい可愛いし、カバンはみおさんのもの借りたんですけど、白とブルーで統一合わせてみました。バイバーイ。はい、そしてこの日は好きな人と夏祭りデート。なんで手にお花持ってんのって感じなんですけど、その辺はもうご想像にお任せします。でもデートに持ってこいの服だと思いませんか。ちょっと横から肌のチラ見せがかなっております。そしてピンクという結構印象に残る女性らしいワンピースになっています。どうでしょうか。続いてちょっとサクッとランチデートみたいな感じですかね。こちらのワンピースはハリップトゥーです。すごい可愛い、もうすごくお気に入りで、去年の夏買ってずっと着てます。なんか生地がね、すっごいね、スベスベしてるの。はい、この日は黒のオールインワンも着てみました。これね、めちゃくちゃ楽ちんで、ちょっとスニーカー合わせにしたので、あのバッグはカゴバッグで、ちょっと重くならないようにサングラスとカゴバッグで夏らしく仕上げてみました。はい、この日は友達とプールに行きます。着替えが楽ちんなように、あ、すごい、ごめんなさい、振り回してたら葉っぱに引っかかりました。お着替えが楽ちんなようにワンピースにしてます。で、これピヌエのワンピースなんですけど、パッドもついてるので、もう本当にこれ1枚着るだけでお出かけすることができます。だから着替えが多いなって時とか、プールの時とか持ってこようかなって思います。おすすめ。はい、この日はもう頭の先からつま先まで全部ザラです。すっごいさ、大人っぽくないですか、このコーデ。やっぱ太めのベルトはね、骨格ストレート似合うんですよね。このね、ベルトもちゃんとついてました、このお洋服に。なんかあんまり普段しないコーデだけど、結構好きかも私。
はい、この日はちょっと大人っぽいコーデにしてみたので、お団子はまとめて、お団子はまとめて違う、髪の毛はお団子にまとめてちょっとバランスをとってみました。最近フレアパンツにねハマってるので、いろいろ集めております。はい、この日は肌見せブラックコーデになっていますが、可愛くないこのワンピース。よーく見るとドット柄になってるんだけど、後ろもね背中が結構しっかり開いてるんです。もうめちゃくちゃ可愛い、夏にぴったりで、これにゴールドのアクセサリーとかしたらめっちゃ可愛くない？もうももちさんやっぱ天才だよね。はい、この日はゆりなちゃんと双子コーデをしてみました。違うワンピースなんですけど、同じザラのもので形が一緒、色はねちょっと違ってデザインも違うんですけど、形は全く一緒のものを着ております。可愛くない？やっぱさ、夏にブルーって爽やかで映えるよね。可愛い。続いてはみおちゃんとお揃いのワンピースです。これ全く一緒ではないんだけど、形がね一緒なんだよね。私はちょっと色味が薄い方のワンピースです。背中もねすごい可愛くてちょっと開いてるのよ。このねチラ見せもねまたいいよね。はい、この日は編集部さん憧れコーデになってます。これはオールインワンだったんですけど、結構腰の位置高く見せてくれるなと思ってお気に入りです。で、色味も私にしては珍しく黄色っぽい、ちょっとグリーンっぽいというか明るめな色味のものです。こういうおしゃれなセットアップ、オールインワンをかっこよく着こなせるようになりたいなって思いつつ日々勉強してます。はい、この日は、まあ、お仕事の打ち合わせとかの日かなと思ってそういうテーマにしました。なんか骨格ストレート的には結構選ばないコーディネートなんですが、意外と良くない？やっぱ顔タイプに合わせるのも結構大事だなって思いますね。私顔タイプフェミニンなので、こういうのもたまには着ます。はい、この日は珍しくハーフパンツを履いております。ハーフパンツにちょっとね派手めなカラー、動画だと分かんないかもしれない、ちょっとねストライプになってるシャツを着てみます。可愛くない？これめっちゃお気に入り、お気に入りお気に入り言ってるけど、いろんな合わせができて可愛いかなと思います。夏はこういうコーデもいいよね。8月29日、この日は記念日ディナーにおすすめコーデとなっています。このワンピースはデートコーデ対決でも着ていたんですけれども、本当にデザインが可愛いんですよ。だから彼との記念日とか、ぜひ着てほしいなって思います。レディーな感じもありつつ、でも黒なので甘すぎないっていう、そこが私のポイントです。で、特に肩もこうボリュームあるので、骨格ウェーブさんとか、特におすすめです。さあ、またまたももちさんのブランドリルアンビションでございます。もうこのワンピースもさ超かわいい。なんだろう、なんか結構フリフリしてるのにさ、こうブリブリした感じがないの分かる？なんでだろう、なんか上品なんだよね。すごくちょっと今日は低めのお団子にして、まあ、映画デートなんていいんじゃないですか。リトルマーメイドとかいろいろやってますしね。はい、この日は黄色を着てみました。可愛くない？後ろがさリボンになってるんですけど、あのパッドもついてるから1枚で着られるワンピースで、後ろのねリボンでね調整できるの、めちゃめちゃ可愛くない？ピヌエのやつお気に入りです。色も可愛いよね、映える。はい、ということで今月も見ていただきありがとうございました。バイバーイ。